最近マジで暑くないですか。というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。5月も終わり、もうついにね梅雨突入といった感じ、ね、6月来ますね。いやー、ほんと暑くなってきた。昔はね夏が好きだったんだけども、どうなんだろう。いやでも夏の方がマシか。なんか最近寒いのがね嫌になってきたみたいなあるあるですよね。年いってくると冬よりやっぱ夏がいいみたいなあるよね。昔はね夏が好きだったんだけども、変わるよね年取るとね。まあ多分その逆もしかりだとは思うんですけども、早速本日もですね買ってよかった5月バージョン、行ってみたいなと思います。ほんで今回ですね、意外と紹介してないやつ多めです。買ってみて、あれ、いや動画にするほどじゃないけど、ちょっと待って、いいやん、これいいやんみたいな感じのやつ結構多く取り揃えております。まずですねこちらでございます。こちら、はいやってきました。てんてれーん、この白いのなんだと思います。はい、答えはですね、はい、もう照明でございます。私照明大好きでございまして、こちらねちょっと拡散用のカバーがねちょっと今ついてるんだけども、本体サイズはこれ結構コンパクトで、いやいや、おいカズト、お前いっぱいなんかこれまで買ってきただろうみたいな、あーで、ご指摘、はい、しっかりです。はい、私ですねやっぱ小さい照明すげー便利だなと思って、はい、これ実はね1枚2枚3枚、いやね、コンパクトな3枚持ってるんだけども、いやね、ちょっとこっちの方がいいやみたいなね、そんな気づきがございましたので、今回こちら1個だけならず、なんとね2つ、もう気に入ると複数買いしちゃうあるあるというわけで、まあちょっとこれちょっと紹介したいんよ。いやいや、俺撮影しねえし照明なんかいらねえよって思ってる方いらっしゃると思うんですけども、いやいや、いろんな場所で使えるんです。またこれね、キャンプとかアウトドアでもめちゃめちゃ活躍するんですよ。ではいきます。今回、面白いのがね、まずはこれマグネットついてます。だから多分こういったくっつきます。これこんな感じでくっつきます。もうこの時点でまず便利ね。ほんで三脚穴もございます。これもうこれでも便利なんだけども、やっぱ一番やっぱすげえなと思ったのがこれね、こうやって入り切りのスイッチ、これなんですよ。今私がね持ってるモデルはね、これ長押しなんですよね。ほんでこれね、間違えてこのスイッチが入ってしまうってことあるある、間違えてスイッチが入っちゃうことあるんですよね。ほんで、ちょっと色温度も合わせておこうかな。両者ともねこれ色温度、今5000ケルビンにしてるんだけども、5000ケルビンね。ほんでこっちも5000ケルビンにするわ。モニターがねちゃんと両者ともついてまして、一応こんでオンにあるんだけど5000ケルビンかな。で明るさの表示なんだけども、結構ね最低までやっても眩しいよねこれ、 5% っていう、まあ、こんな感じで上見ると、まあ、でもひときわこっちの方が眩しく感じるんだけど、結構ね明かりをもっと抑えたいって時があって、これねいいのがこの最低 1% まで落とせるんですよ。結構ねこれお互い最低同士なんだけど、明るさ良くない。ほんで明るさ、マックス、はい、お互い明るさマックスにしてみました。そうなるとねちょっとこっちの方がねちょっと弱めは弱めなんですよね。眩しい、本当にこっち眩しいわ。はい、ちょっと明るさ戻しました。まあでもこんな感じでね、まあ、少ない照明で使えるっていうのがこちらのポイントです。他にもまあ使うことはないんだけど、もういろいろねスマホとつなげたりとかできてて、これかな、こんな感じでパシュンパシュンみたいなこともできるし、こんな感じでねカラーバリアーみたいな、あ、これ青色になったりとか、そんなこともできます。まあ使わねえけどこれはほんで今までね、まあ、キャンプ用品用の、まあ、照明ね、まあそれもいろいろ複数種類買ったことあるんだけども、正直、まあ、若干使いづらい、操作性がねいまいちだったりとか、なんか結構いまいちなやつが多いんだよね。このうちら撮影メインで考えてるからさ、それで考えるとちょっといまいちなやつが多くて、これすごいぴったりでございました。まあ、ただ価格がねちょっとロマン溢れておりますので、こっち半額ぐらいなんですよ、こっちの方が。だからコスパで考えると絶対こっちの方がよろしいかと思います。これ以前紹介したやつなんですけど、今回ねアッパちゃんね、照明メーカーとしてもすげえ有名とか、アッパちゃんのやつでございます。あと打足ですけども、まさかのドリキンさんもこれ買ってたっていうやっぱなんか最終的に出会うところは同じなんだなってなんか改めて思いました。動画見てたら、ああ兄貴も買ってたみたいなね。はいで結構使い勝手もいいから、まあ、こんな感じで卓上照明として普通に使ってるんですよ。これちょうどいいんです。はい、いや話が逸れてしまう。やっぱこういう一般の人からもあんま需要なさそうなやつね、もう紹介しててすげえ楽しい。では第3位です。第3位は、うん、うわ
やってきました、作業場です、作りかけの作業場。これアップしてる頃には動画アップロードされてるかな。いろいろ作業場作り今やってるとこでございまして、 DIY のね、あの楽しい楽しい部屋にねしようとしてるとこでございます、本日もお父さんがね、まあ、エリちゃんのお父さんになるんだけども、いろいろ最近作ってくださってね、本当ありがとうございますと。で、私もやっぱりこれ作らないと、本当の持ち主は作らないといけない、だから、まあ、ちょこちょことね DIY 動画は、ね、これから上がっていくと思います。ただですね、あの DIY するはいいんだけども、やっぱり面倒なのが片付けね。やっぱね、切ったりするから、あの木のくずとかすごいんよね。ね、ほんでまあ、こう普通にあの普通の靴履くから、なんだろう、あの砂利とかもちょっと混ざったり。ほんでお掃除するのね、まあまあ広いです。ここ何畳あるかわからんけど、まあまあ広い。多分 1,2,3,4,5 40畳ぐらいあるんかな、ここだけでもね。ありそうな気がする。40はありそうな。 1,2,3,4,5,6,7,8 うん、あるよな。まあ、まさかね、ほうきでできません。そんなわけで購入いたしましたのが、じゃじゃん、こちらでございます。こちらですよ、こちら。マキタ、なんだろう、業務用ルンバと言ってもいいかもしれないね。お掃除ロボットでございます。これがね、まあすごくて、バッテリーこれ2つ積んで動くの。ほんでこれ一般的な、なんだろう、あの工場とかでもあの使ってますよとか、でこういったね、広めの、あの作業場で使ってますよって声がね、結構終わった。これやるといいのは、これ一回ボタン押してもう一回押すと動き出すっていう。あれ、おーい。でまたね、これうるせえのよまだ結構うるせえのよ。もうさすが業務用。ただね、あの吸い込み能力はえげつなくて、ちょっと今この中見てみる。ちょっと待ってね、ストップよあなた。はい、ちょっと一回ね、もうこれ掃除したんだけど、ちょっと出してみるね。この中にね入ってまして、いやまあいい仕事するよこいつ。まあいい仕事するのよ。ただちょっとね、このゴミ捨てちょっと難しい。ここからも取り出せるようになってさ、まあちょっと難しいのよね。ちょっと待ってね、バサってこれしちゃうから、初心者あるある。バサって中身がね、なんだろう、ダイソン以上になんか暴れるっていうかさ、ほらほらほら、見て見て見て、もう大量大量、毎日大量。ただもうちょっと大きいゴミ箱じゃないとこれ超入れづらい。このゴミ捨てにね、ちょっと難あり難ありではあるんだけども、めちゃめちゃ仕事してくれるから。これここにもほら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 、大変。ポッカポカに取れて、フィルターもう、フィルター掃除も大変なんだけど、もうごっそごそに詰まってるから、まあまあとにかくめちゃめちゃお仕事してくれるという話。すごいんだよね本当に。ごほごほ。ほんで、まあもちろんね、これ機械だからサボりません、サボりません。これもう超ハイパワーで、あの2時間とかね、あの楽にあのお掃除してくれます。めちゃめちゃ綺麗になるこれで。まあまあというわけで、こちら第3位でございました。めちゃめちゃいいです。では次、第2位は、じゃじゃん。はい、こちらです。ロジクールのゲーミングキーボード。これすごい。はい、というわけで、私ですね、まあ、従来というか、あの、こっちのクラフトというものを使っておりました。同じロジクールのものです。で、これもね、ハイエンドキーボードなんよ。ただ、なんだろう、用途によってやっぱキーボードって違うんだなと、なんかすごい実感した感じでございまして、まあ、例えばね、靴、ね、スポーツ用シューズでも、ランニング用と、なんだろう、バスケット、サッカー、競技によって靴って違うじゃないですか。まあ、ただね、歩きやすいとかそういうんじゃなくて、あの、キーボードもね、ただタイピングしやすい。だけじゃないんですよ。あのゲームっぽい操作の時にいかに力を発揮するのか、やっぱそこなんだなって使ってみてすげー感じた。もう最近ね、フォートナイトにずっぽしねハマってるんだけども、やりやすい、全然やりやすいこっちの方は。ほんでだからといって普段の作業ね、どっちが使いやすいのかというと、断然こっち。普段の作業もこっちなんだよね。あの編集したりとか、普通のなテキストのタイピング、まあ普通のテキストのタイピングだと、まあ基本的な指の配置が J、 人差し指ここに置いたりするじゃん。ほんでここからね、いろいろ入力とかってしていくし、これテンキーもついてる。だけどこっちのゲーミングってね、もう全然ちょっと違ってね、この人差し指の配置とか、普段私 D なんよ、左指だと。ほんで中指を W、 ほんで薬指を A みたいな感じで、やっぱねゲームとあの普通の作業ってなんか指の配置違うんだなと。ほんでもうこっちのキーボードに変えてから、ビクロイ率がめちゃめちゃ上がったっていうか、まだそんな取ったことないんだけども、上がりましたやっぱね、あの間違えてキーを押すことが少なくなったよね。いや、あのガチでね、あのゲーム、特に W を軸とした移動とかが必要になるゲームをプレイする方はね、一度あの環境を整えてみてもいいかもしれない。まあ、ただ値段はね、そう安くはなくて、デフォルトのセットで約12,000円。
まあ、安くはないんですよ。安くはないんだけども、やっぱプロゲーマーが使ってる、まあ、そんぐらいのキーボードなので、性能はねバチバチに良かったかなと思いました。私には少なくとも合っておりました。ここでフォートナイトやると時間がもうぐっちゃぐちゃになるので、はい、一回やると止まんないのね。いや、みんなも今日ゲームの気をつけてね。ちょっと編集の間にさ、あ、ちょっとだけ遊ぼうかなみたいな思っても大変な時間過ぎてたりするから、マジ気をつけてください。では次第1位いきましょう。第1位はですね、ジョイーン、じゃ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 ーん、まさかの1位、ヘアゴムでございます。ついにねゴール見つけた、ついに終着点を見つけました。何の終着点なのかというと、ケーブル縛り、それです。みんなもね、なんかスマホ充電したりとかなんなりで、いろいろケーブル縛ったりすることあると思うんですよね。ほんでね、例えば結構ね、まあ、有名どころで言うとこういったやつ、これはマジックテープのやつで、これでこうやってクルリンパみたいな、クリンパして必要ない分をねカットして使うみたいなことあるんですけども、確かに、まあ、これはこれでいいんだけども、毎回この取ったやつがどっか行っちゃったりとかさ、なんかくるくるって巻くのがなんか斜めになっちゃったりとかで、なんかみたいな経験あるかと思います、皆さんも。で、私もね、もう尋常じゃないぐらいのケーブルがあって、これでなんかまとめてた時期もあったんですけども、しんどいほんでモビロイバンドとかいうゴムチューブの現代版みたいな感じのやつもあるんだけども、あれはあれですごい使いやすいんですよ。ただね、あれ伸びてくるんですよね。問題点としてはね、1週間2週間3週間でビチビチにやってるとあれ伸びてくるんですよ。そこでなんかいいものがないのかなって探した時に、まあ、最近ね娘の髪、まあ、あんま編むことはないんだけども、こう束ねてあったりのとか見てみると、待って、あるじゃないかみたいな、子供用のやつあるじゃないかということで購入したのがこれなんですけども、子供用のゴムのやつ もう何種類か買いました。カズチャンネルあるあるがね、気になったものあったら最高のやつ見つけたいから、複数種類買って一番いいやつを残すで、こいつが勝ち上がったんですけども、もしかするともっといい子供用のヘアバンドあるかもしれません。これね1000本入りでなんと約1000円なんですよ。1本1円だから、なくしてもなんかちょっといいかなみたいな感覚なんだけども、まあ、例えばね、今これうわーこれこのバタバタ嫌だなと、でこれまとめますよって言った時にさ、これよこれ、耐久性もね、この実は1ヶ月ぐらい使ってるんだけども、何の問題もない。やっぱね、子供用の髪の毛の太さちょうど合ってるんだよね、おそらくで耐久性もすげー考えられてる。いくよ、こうします、でこうしますね、くりくり、はい、もう OK、 もうこんだけ。ほんでこれ使うときね、使うとき、まあもちろんなくしてもいいんだけども、まあこうやって輪っかの形してるから、こうやってやって、それで充電して使って、ほんで片付けるときに忘れずにね、ちゃんと取り外してクイックイックイッとする感じ、これです。でちょっとここね、私のシリーズお見せすると、もうね、もう活躍しすぎってぐらいねほら、ある程度までね、いけてしまう。これ結構細型のやつも何の問題なくいけるし、もうある程度結構いけちゃうんだよね、ほら。で結構ね、剛性の強いHDMI ケーブルとかでも、まあ、こんな感じで、まあ、まとめれてるし、まあ、なんだ問題ないんだよね。まあ、でも唯一いけないかなと思うのは、まあ、これはさすがにやりすぎだと思うんだけど、こんだけごついやつこんだけごついやつになってくると、なんだろう、こんだけぶっとい髪の毛の人いないじゃん。だからそこまで対応できる、この2周目行くのしんどいんだよね、こうやってギュッてやるの結構しんどいので、このなんだろう、このちょうどつかめる、ギュッてつかめるこの太さにはちょっと合ってないかなと。その時は大人用のねゴムチューブとか買った方がいいんじゃないのかなと。ただね、やっぱポイントはヘアゴム、めちゃめちゃ使いやすい、ちょうどいい太さでめちゃめちゃ使いやすいです。しかも安い、マジ神です。もうケーブル用のまとめ用のなんかぐちゃぐちゃっていろいろね販売されてると思うんだけども、ヘアゴムが最強だと思う。もう今までねめちゃめちゃ買い込んだからね、こういったやつめちゃめちゃ買い込んでゴールです。もう多分本当ゴールと言っていいと思います。これはゴールしました、ついに。人生においてもうアップデート多分されないと思う、ゴール決まりましたこれ。はい、という感じで、いや今月は本当ねこれと出会えたのが一番大きかったというか、なんだろう、年間通してもう本当トップクラスだよねこれは。本当に今年買って良かったもの間違いなくランクインだし、いろいろとやっぱケーブルって取り扱うこと多いので、もう人生変わりました。そんぐらいいいものでございます。今回ですね、紹介した動画とかリンク一応概要欄貼り付けておきますので、もしよかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。まあ、というわけで、5月の買って良かったものでございました。バイバイ。